せよ赤富士バシバシピーッ、はいはい、アイテムでビーガンバージョンが始まりましたよ。いや、ね、ジャンガラって結構こってりラーメンで、ああで、そうですよね、豚骨のお店ですけども、うん、まずはこちら店舗ですね、はい、池袋の、西武池袋の8階にあります、はあ、で、ジャンガララーメンというのは1984年にね、秋葉原でオープンして、うん、池袋は2011年ということですが、うん、この日大人気でなんと20名近くも行列ができてたんですね。なのでもう写真にいろんな人写っちゃうんで1枚しか素材撮れませんでした。あ、なるほど、はい、人気店でございます、うん、さあ来ましたよ。九州ジャンガラといえばですね、東京豚骨、それから博多系、熊本系、うん、わーありますが、一番下ですね、うん、この和風ゆず塩ビーガンラーメンというね、そんなんあったんですね。あるんですね、まあ、こちらですね。で、ただのビーガンじゃなくて、このちょっと下にさらにね、うん、何かを足せるということで、それを大丈夫 か確認とか足してないですよね。いや、足してはございません。まずはちょっと見てください。あ、何か乗ってますね、右下のもの。これがですね、ベジチャーシュー増しというものになるんですね。ベジチャーシュー、チャーシューって言ってます。あ、言っちゃって、便宜上言ってますけども、これがですね、湯葉なんです。湯葉食感をちょっと肉っぽくして炙って、あるんですね。で、赤星のためにあるありがとうございます。まあ、いろいろお野菜もたくさん乗ってトッピング豊富な、ビーガンラーメンとなっております。私ビーガンラーメンって初体験ですよ。初体験です、ね、触れ幅がすごいですけども、二郎系とお野菜のラーメンと、スープはね、若干あの揚げネギとか植物油で少しこってりとしている塩ラーメン。大丈夫ですか？これは大丈夫です。はい、安全な油だと思っております。石ができてく音がね、コロンコロンと、はい、そんなことはございませんでした。ベジチャーシューいきましょう。気になりますよ。ミルフィーユみたいにですね、スクククククッとした食感が非常に特徴的ですね。で、うん、先ほど言いましたが、炙ってあるんで焼き豚のね、あのなんかこう香りを表現しているのがいいですね、すごく、あ、ちょっと近い感じになってる。そうなんですよ、工夫があるという感じですね麺細いですねと思いますよね、はい、やっぱり常、うん、いつも見てる感じだと。けどこれでもね、九州県の麺よりもちょっと太いんですよ。あ、確かに豚骨とかと比べるとね。そう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 、中太麺というエリアにあるのかな、エリア。柚子のアクセント、まあ、これ香りじゃなくてね、皮のね食感の、一緒に麺と楽しみながら遊ぶのもいいじゃないでしょうか、うん、でお野菜も入ってます。もやしもちょっと入ってて、うん、油もあるからなんかちょっと親近感ありますね。親近感湧きますよ。やっぱベースが二郎の感覚なんで、その言い方が、はい、求めてるんですね。求めちゃってますね、うん、ね、山崎まさよしじゃんいつでも探してるのか俺は二郎の針を追ってるのやっぱね新聞の端とかを探してるかもしれませんね。さあ、当たりごま、ね、振っていきますね。さあ、そこにさらに、まあ、黒胡椒もね、うん、適量ならいいでしょうということで、なんだかんだね、すごく美しいラーメンなんで、うん、途中でね、荒々しくいっちゃうよっていうのは、まあ、やっぱりここでしょう。まあ、ビーガンとか言ってますけども、うん、普通のお客さんもこのビーガンラーメン結構頼んでましたから、デフォルトとして美味しいラーメンということで有名なんでしょうね。なるほど、さあ来ました、海の緑黄色野菜と山の刺身ラーメンの中一つになっちゃいますね。山の刺身というのは僕の造語ですけども。ああ、そうなんだ。湯葉に対する、ややこしい、聞いたことねえと思った。いや、思いましたよね、うん、ここで作っちゃいました。当たり前のように言うから。山の刺身美味しかった。まさに九州ジャンガラです。うわー、スープを、おじさんあ、そしてですね、うん、ここからはこいこい、チョッパレベルをちょっとだけ見ていきますが、 4.9、 これは二郎超えですね、うん、しょっぱさとしては。ちょっと前のはこうしてた 3.5 ぐらい、うん、もう舌が敏感やっちゃったりとか。そういうこと、はい、そういうことかな。替え玉用なんでちょっと塩気強いかなと思ったんですけども、入れません、さすがにね、さすがに入れません。まあ入れていいけど、さっきのをしないで、しょっぱレベルをしないで。あ、逆にですか、うん、わーって、まあでも退院してすごく美味しいスープだと、ヘルシースープだと思いましたね。わー、来ましたよ。ビーガンレベル見ていきましょう。ビーガンレベル 66.125 です。ビーガンレベル油量多かったらダメでしょ。確かに多かった、油量が少なく、ダメか、はい、
油量が少ないとビーガンが上がった方がいいですか。そうです。あーちょっとビーガンレベル見直しですね。近いから見直しですね。見直しです。初回ならではの感じ。第1回目にして、うん、はい、本当はビーガンレベルだから80とか関係ないわけですよね。そうですね、うん、はい、すいませんジャンガララーメンさん、ちょっと怒りはしないと、まあ、ということでね、ビーガンラーメンも私ついに第1回目を迎えたということで、はい、ビーガンとそばの交互にいけたらいいかなと思ってます。とにかく麺はすすりたいんですね。すすりたいっす。はい、糖質オフ麺とかもチャレンジしていますので、本当、ビーガンラーメンの方もぜひともよろしくお願いいたします。あごったんです。Thank you.